はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト3続きをやっていきたいと思います。ネクロゴンドの突破ですね。まあここで決めちゃいましょう。とりあえず薬草の方も買い込んできたので、まあ、最短ルートを目指してといっても一番最後の階層のところかな。途中までしか行ってないからあれだけど、おお、これはまたバリエーションに飛んでるね。ここは稲妻の剣を使っていこう。カニちゃんどうすっかな。イオラ使うか。こういうのはイオラコンビで。おお、効かなかったね。これは効くか。ガメゴン、よし。まあ、最悪祈りの指輪1個ぶっ壊れるまで使っちゃってもいいかもね。ちょっとここでもう1回引き返すってなると相当時間がかかっちゃうんで。うわ、フロストギズモはね、もう本当に早急に排除したい。このヒャダルコがね、やっぱりきついんですよね。イオラが2発入ればで、トロルはそんなに速くないはず。うわー、倒せない。すんげー食らうな。こういう時に薬草を使おう。まあ、経験値はね、フロストギズモは結構集団で来るんで、まあ、倒せば持ってるんですけど、これはどうする。やっぱり稲妻の剣だな。ただね、茜ちゃんもね痛い。攻撃力がめちゃくちゃ上がってるからね、賢者になってゾンビキラーを装備させてますからね。痛い、攻撃が痛いんだけど。とにかくこれはまた薬草を使って回復させていこう。どうしようかな。2個使っちゃう。で、ももちゃんは1個でいいかな。ヒュズちゃんヒットポイントいつの間にか200超えてるし。デフォマスライム、これも稲妻の剣使っていこう。ザキ死なない。悲しすぎる。そして効かない。デフォマスライムのくせに、そういやデフォマ使われたことあったっけ。トロルヒットポイント高いよな。もうここはどんどん攻撃でいこう。で、茜ちゃんにまた薬草を使ってあげましょう。行くまでにやっぱりそれなりに食らうよね。そして行くまで夜になる。関係ないけど、この鎧とかさ、なんで作られたんだろう。結構金かかりそうだよね。鎧一式でしょ。鋼の鎧と鋼の盾と鋼の剣っぽいよね、見た感じで。これはどう行けばいいんだっけ。こっちで下で、まあ、とりあえず左下の方を目指しつつ、こっちか。これもあれだな、稲妻の剣だな。茜ちゃんもイオラ使ってこう。ミニデーモンは先手で倒したい。トロルはヒットポイントが高いから無理だとしても、でももちゃんがよーしね、イカズチの杖で、そこからミカミックスがブーメランを投げる。2匹目も倒せるか。一番理想のパターンだな。ももちゃんが26レベル、ヒットポイントめちゃ上がったな。あれ、これどっちだっけ。適当に、よしよしよし。ちょっとね、日をまたいでるんで地形をそこまで覚えてない。これはひたすら下の方に行けばいいんだっけな。この落とし穴結局何なんだ。踊る宝石がいるね。ただフロストギズモは倒しておきたいんだよな。9、あと10回か。攻撃でフロストギズモ、うお、マヌーサ、よし、とりあえず大丈夫か。音の宝石はこういうの効かないね。
ポイント自体は全然高くないね。あかねちゃんが18レベル、ルカナン、まあ、当分はね僧侶系の魔法しか覚えないと思うんで、イオラいくつだっけ、23くらいで覚えたんで、そこで転職させたからね、23以降だな。これは右でいいんだっけ。で一回ここに落ちるんだよね、ホロゴースト、稲妻の剣とイオラ使っていくか。あれこれ効かないんだっけ。あ、効いた。うお、基本効かない。マジックパワーの無駄になってしまったな。モムちゃん、よし。ただあかねちゃんとゆずちゃんはそれなりに早いんで、なんかミカミックスも結構速くなったね。いや速くはないな、素早さ的には絶対たまたま速いだけだな。でここに落ちて、でこの階段にいきなり登っちゃっていいんだっけ。で向こう側に出ると、で宝はもうないはずなんでそのまま行って、これもちょっとイオラ案件だな。やはりこれは祈りの指輪を1回くらい使う羽目になるか。ももちゃんのヒットポイントが少し減ってるから薬草を使ってあげようか。まあ、ももちゃん全然マジックパー使ってないからいいんだけどね。ゆずちゃんが20レベル、よしよしよし。素早さもね増えてくれるのはかなり嬉しい。2つ使おう。でここよ、ここの途中まで来たんだよね。でここはもう宝ないんだよね確か。で一番下から攻めていこう。右は行き止まり、行き止まりかー、測ったな。しかもガメモンロード、こいつ魔法カンター唱えてきた気がする。2回跳ね返されたら終わるな。よし、とりあえずイオラを唱えて。こういう魔法ってさ、スクルトまで来ないときやがる。魔法カンタ使われたときに稲妻の剣はどうなんだろう。地獄の騎士もね2回攻撃だからね。魔法カンタ止めてきた。通るね、それなりに通るね。まだこれこれこれ多分地獄の騎士に行くと思うんだけど、あそうか、魔法カンタガミゴンロードは死んだか。いや早い。おお、よし、ゆずちゃんが火力が高いのは助かる。これもまた薬草を使っていこう。そうか、ここの階に来てガミゴンロードとかが出るようになってきたか。2つ使おう。やはりここが正念場だな。ガメゴンロード、これは攻撃でいこう。ちょっとアカネちゃんが弱すぎる。両方魔法カンタか、ただ攻撃はしてこない。そうするとこのターンで、あ、イカズチの手どうなの、当たるんだ。魔法とは別か。燃え盛る火炎とか入ってくるのか。ってことは稲妻の剣もまあ使ってもいいかもしれないけど効かない可能性がね多分にあるからね。これは燃え盛る火炎を食らってしまったからにはまた薬草を使わざるを得ない。どんどん減っていくな。全然安いからいいんだけどね。やっぱりアモールの水的な立ち位置の回復道具が欲しいけど何もない。一個ずつしらみつぶしに行くしかないからな。これは稲妻の剣とイオラ案件だな。早い、キャダルコじゃなくてよかった。
地獄の騎士。よし、モンスターキズムはもうほぼほぼ通るからね、イオナは。まあ地獄の騎士はしょうがない。打ち漏らしをももちゃんが何また薬草を使ってあげよう。自分とももちゃんとで、この橋を渡るか、また下から行く意味ねえし、ここ下、あれなんかガミゴンロードか。一応稲妻の剣だけは使って、あかねちゃんは地獄の騎士だな。これ大丈夫っしょ、別に聞かなかったけど。なかなかに魔法耐性は高いね。これは攻撃をしていこう。ゆずちゃんがね、やっぱりかなり攻撃力高くなってるのがいいね。あれ、これって何、こっちか。でこのまま上に行けるのかな。どうすっかな、稲妻の剣一回使うか。まあ、最初にね魔法カンタを唱えてくれる分には全然いいんだけどね。稲妻の剣は関係ないし。よしよしよし、でこのまま上に行って、お、これは確かもうこれで出たはず。よしよしよし、バラモス城が目の前に見えるけど、おお、氷岩魔人とか出てくるんだっけ。どうすっかな、あかねちゃん、イオラ使いたい気がするけどな。ベギラマを氷岩魔人に使おう。魔法カンタってこれ人には唱えてこないよね多分。冷たい息、あとはイオラが入ってくれれば。ガミゴンロード効かない。これはもう回復、おお、7で倒した。回復させなくても大丈夫だと思うんだよね、ここまで来れば。あとはあの祠に入って、まあ、誰かおっさんだかじいさんだか神官だか分かんないけど、男の人からオーブをもらえばそれで終わりだからね。で例によって花1個、レミラマ上ね、先にここを回収しよう。小さなメダル、おっさんだったね。なんとここまでたどり着く者がいようとは。さあこのシルバーオーブを授けようぞ。そなたならきっと魔王を打ち滅ぼしてくれるであろう。不死鳥ラーミアもそなたらの助けとなってくれるであろう。同じか。こいつはここで何してるんだ、一生ここで過ごすのか謎すぎる。であとはちょっとアリアハンに行って、商人のイベントを進めないといけないんで、まあ誰を外すかって言ったら、まあ誰でもいいんだけど、ももちゃんちょっと外しちゃおうか。商人は確か最初から登録されてなかったはずなんで、登録していきましょう。登録しますと、どんな人をご希望ですかとこいつこそ使いっ走りだからな。名前なんてなんかすげえどうでもいいけど、商人は入らないね、4文字しかないから。ここに来てなんか謎に悩むな。結局ね、もう一回外れたら確かもう中身はできなかったと思うんで、まあここはお王様にしとくか。よし、男にしよう。もうこれは別に、こういったちょっとね悲惨な末路をたどるんで、お任せしよう。
いやこれさ一個ずつさカチ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 やんのピッ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 ってやってくれるんじゃないんだ。見えっぱりいいんじゃないか。まあね、女性にするのはちょっと忍びないんで、まずは預けましょう。ももちゃんで、呼び出しましょう。王様、王様さーんとかで、ポルトガが近かったっけ。ポルトガから西に向かえば割とすぐだった気がする。忍び足とかこう船で忍び足とか意味あんのこれで上だっけ。あったあったあった。ちょっと夕方になってるけど大丈夫か。まあそんなの関係ないけどね。ちょっとここ見よう。盗賊の花、宝はない。わしここに町作ろうと思う。町あればきっとみんな喜ぶ。王様ここ置いてく置いてくって完全に物だなまあ置いてこう。それ本当、王様旅諦める。骨ここに埋めるかもってそれでいいよ。本人の意思全くないなでは私はここに残ります。ではじゃねえよ。ではじゃ、私が持っていたものをあなたの袋に入れておきますって。どうせ布の服だろ俺にいいことを教える。いやいいわ、お世話になりましたって。旅の思い出は一生忘れません。船で移動しただけだけどね。ちょっとももちゃんを回収してこよう。まあ一国の主になってくれ。名前の通りってこいつ邪魔だな。道具を入れておくって言ってたよね。やっぱね、汚ね布の服しかねえな。王様が着てた、王様なのに布の服か。まあ、そういうところだからね、しょうがない。呼び出す、ももちゃんと。これ一か月の杖もうあれか、預けられてるか。ももちゃんに渡しとこう。で並び替え的にはどれがいいんだ。ゆずちゃん前に出した方が良さそうだね。でももちゃんとあかねちゃんだったら、あかねちゃんの方がヒットポイントは低いけど守備力は高い。あかねちゃん前に出すか。これでいこう。でまたちょっとポルトガに飛んで、あとはひたすら街が発展するのを待つだけなんで。お、忍び足って結構効果あるね。出てきた。これはもう完全に全力でいこう。全力でマジックパワーとか気にする必要ないからね。意外にこのねマリンスライムがねイオラを防いでくるんだよね。でどうなってる。いやミックスさん、私ですよ、王様です見違えたでしょう。今ここにお店を作っているところなんです。なんか変わった何も変わってなくね。一応盗賊の花、あれこれ何どうなればいいんだっけ。なんか出るたびに街が発展するような気がしたんだけど違ったっけ。ああできてるできてるできてる。でそう、発展するたびに宝が変わるからね。ここは道具屋です。普通に売ってんかい、顔の帽子とかこいつはどっから仕入れてきたんだ。いやよく見るとミックスさんじゃないですかって。私はきっとここを大きな街にしてみせます。薬草と革の帽子だけでやってってんのか大変だな。あれこいつドアができてる。早速見せてきた。これあなたのおかげで、ありがとうありがとう俺のおかげなの。じゃあもう一回出て入りましょう。おーいきなりすげえ発展してんな。ほうこんなところに街ができていたとは。やはり商売は足で稼ぐ。いい取引先が見つかりましたよ。これはなんかありそうだねないそうかないんか。ガイアの剣、大地を司るその剣は巨大な山をも揺るがすという。
手に入れたい。しかしどこにあるのかさっぱりわからんのだ。もう加工に投げ込んじゃったよ。寝てあげようか、せっかくだから。お金を落としていきましょう、この町に。で、道具屋はこいつが仕切ってるね。おお、聖水とキメラの翼の仕入れルートを確保したか。ここはきっと大きな町になるわ、そんな気がするの。で、右にいたね。お、2階建てになってる、こいつの家が。じいさんの家。町どんどん大きくなる、先楽しみ、みんなあなたのおかげ。手柄全部俺のおかげだな。王様くんが頑張ってるんじゃないの。いやごめんね、手柄横取りしちゃって。いや、ミカミックスさん、私ですよ、王様です。今度はここに劇場を作るんです。こいつさ、自分で作ってんの。商人っていうか完全に大工さんだろう、職業。王様バークにようこそ。ここは王様様ってなんだよ、王様様とか。この人たちは一体。盗賊の花。あ、宝ないね。ないっけ。なんか小さなメダルとかあったような気がするんだけど、噂ではシルバーオーブはネクロゴンドの祠に。しかしその祠はあのネクロゴンドの山の頂にあると言います。あんなところにたどり着けるものがいるとは思えません。だいたい済ましちゃったからね、用事は。ランシールの村には大きな神殿があるらしいな。その神殿からブルーオーブのある洞窟に行けるらしいぜ。でも何かとてつもない試練が待ってるって話だ。あ、ミミックと戦うのね。死んだからな。ザキで一発で殺された。まあウォーハンマーは全然弱いね。ここら辺はあれか、商人用の武器か。さすが商人の町だね。おお、あなた、わしわし、ここ初めからいた G。 王様よくやる、しかしやりすぎ、町のものよく思ってない、わしとても心配。そうか、独裁政治になってきたか。私は時々品物をここへ届けにここへ来るんですが、見違えるほど大きくなりましたな。ここ劇場って言ってたよね。劇場内ちょっと調べよう。宝があるね、どうぞお取りください。なんかさ、これさ、ぼったくられんじゃなかったっけ。ガーターベルト、おお、いいね。ウサ耳バンド。まあステージまで上がってくるなんて積極的なお方。でも私たちに触ったりしちゃダメよ。どう、私の踊り色っぽいでしょ。お触りはなしか。あー、私酔っ払っちゃったみたい、解放してくださいね。ほう、いいだろいいだろう。てか戦闘がゆずちゃんになってるからな。あ、ちょっと待って、なんでこいつに何回も話しかけてんだ。お酒ならいっぱいあるわよ。こいつは酒飲めんの。何歳って言ってたっけ。17歳とかって、16歳じゃなかったっけ、勇者って。こんなところにいい、こんないいところを町に作るとは王様侮れませんな。誤解ですか。それではお題を頂戴します。締めて1、10、100、1000万、5万ゴールド払っていただけますね。な、払うわけねえだろ。おや、王様の知り合いでしたか。いやー、これはこれは、そんなんでいいの。マジぼったくリバーだよな。お触りなしで5万って高すぎだろ。いや、まあ歌舞伎町とかのさ、そういうキャバクラも多分ぼったくられるとそれくらいするんだろうね。てかね、ちなみにね、ワンダーは歌舞伎町のなんか飲み屋でぼったくられたみたいですね。なん全員でなんか 4,5 人かわかんないんだけど、で30万取られたって言ってた。なんか仕方ないからなんか払ったみたいな感じで言ってたけど、怖いね、本当に歌舞伎町は怖いですよ。俺はそういうとこには行けないからな、怖くて。ここは王様様のお屋敷だ。お、これ宝箱パクっていいのかな。おお、パクれるね、先にパクろう。金のくちばしって何。これは小さなメダル、よし。よく来てくれました。この町もやっとそれらしくなってきたでしょ。でもまだまだやります。まあ見ていてください。うん、頑張ってくれ。次あたりが最終形態かな。そうすると、王様バーグ変わらない。
変わらないね。あとはあれか、なんか革命家みたいなやつらがいるんで、こいつは王様様は私たち町の人間を働かせすぎる。このままでは私たちは倒れてしまいますよ。王様最初自分で働いてたのにね。あれいないね。なんかどこにいるんだっけ。あれ夜とか関係あるっけ。ちょっともう一回王様様様のとこに行こう。何個様をつければいいかよくわかんないけど、変わらないね。ちょっと夜にしてみますか。闇のランプで。革命家も大変だよね。じゃあ今夜の夜作戦会議だってなってたところに、いきなり闇のランプ使ってから、おお、いきなり夜になった、集まれ集まれって。わし王様あって言う。町の者どう思ってるか。わしここ通りたい。あなたも頼んで。王様様はお休みだ。帰れ帰れ。他はちょっと寝込みを襲うか。堂々と入っていくからね、人の部屋に。完全にこっちが犯罪者だよな。まあこのおかみさんも何も言わないんで大丈夫でしょう。夜の劇場とかってどういう感じなんだろう。相変わらず変わんないのかな。変わんなそうだね。まあいっか。で、革命家さんよ、革命家さん。あ、いた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 。してしまうのはどうだろう。しかしそれではあまりにも。だがこのままでは。で、何も起きないのか。王様のやり方はあんまりです。僕たちもう耐えられませんよ。こうなったら革命を起こすしかなさそうだ。あんたたち止めても無駄だぜ。俺たちはやるって言ったらやるんだ。この話他言はなりませんぞ。複雑だよな、元仲間としては。でこいつも会えないからね。とりあえずルーラで朝にしよう。あ、ルーラって登録されんだっけ。寝よう。もう部屋なくね。俺たち雑魚ね。まあ、別にいいんだけどさ。さて行くか。一回出なきゃいけないんだっけ。まだ大丈夫だっけ。まだ大丈夫っていうニュアンスが微妙だけど、一回出るか。やっぱね、出て入るっていうことがフラグになるんで。お、兵士がいる。ここは王様バークの町。しかしもう王様だけの町ではないのだ。変わったね。人が変わっただけか。こいつはね、え、王様が昔お兄ちゃんたちの仲間だったって本当？それって嘘だよね。すげえなんか嫌なやつになってんな。わしはこの町の兵士。よそ者はさっさと町を出ていくがよい。アイテム買ってる？おお、買ってるね。ドラゴンキラー売ってる。ゆずちゃん何装備してんの？強くねえか。あ、稲妻の剣か。そりゃ強いわな。ドラゴンキラー欲しいね。今にして思えば王様様の時代の方が良かったような気がしますわ。あ、そうなの。盗賊の話かを。ここのフロアにはない。ここは牢屋だ。本当は王様が悪人を捕らえるため作ったそうだが、自分が入れられるとは皮肉なものよな。ちょっと後で最後に話しましょう。ここは王様の屋敷。しかし彼は今この中にはいないぞ。この町この後もなんかダメそうだね。じいさんどうだ。ついに革命起こった。王様牢屋の中なんてこと。あ、宝がある。ここら辺か。ケイエローオブ、そうか。多分王様が私の玉座の後ろを調べてみなさいみたいなことを言うんだな。まあちょっと最後に話しましょう。他になんか宝が。
あるかもしれないんで、ないかな。一応劇場も見ておきましょう。一応劇場っていうか、これなんかお笑い劇場とかになるんだっけ。そういえば昔この町にイエローオーブとかいうものを売りに来た男がいたそうです。王様が大金を出して買ったとか、全く無駄遣いをするもんです。一応それって税金で買ってんのかね、この町の。あ、ちびっこのど自慢か。全くつまらないものになってしまった。最近の子供は歌がうまいな。スーライブランランプルンプルンよくわからん歌詞だ。次はうちの子が歌うのよ。上がっちゃうな、ドキドキドキ。お飲み物はどうですか。お酒以外ならいっぱいありますよ。ここで働いてたお姉ちゃんとかどうなったんだろう。リストラされたのかな、そうすると。で、こいつなんだっけ、そもそも道具屋かここにも消え去りそう売ってるんだね。割といろんなところで売ってるな。いや、ミックスさん、私ですよ、王様です。私はみんなのためと思ってやってきたのですが、このありさまです。私はもうしばらくここで私の何がいけなかったのか考えます。またわかんないの、お前。町の人もいつか私を許してくれるでしょう。その時また私に会いに来てくださいね。いや、開けていいんじゃないの、普通に。お心はありがたいのですが、私はもうしばらく何がいけなかったのか考えますと。あれイエローオーブの話してくんないね。まあいいか、別に手に入れたし。じゃあこれでオーブが揃ったはずなので、どこが近いかな。ランシールが近いかね。あ、ドラゴンキラー、まあいいか。さて、ラーミアを復活させましょう。これ全部取ったよね、もう。あれ、忍び足っていつまで続いてんの。ガニラス、もうこいつら雑魚だ。ガニラス、経験値もな、145とかしょぼすぎる。あ、忍び足の効力がなくなった。さてさて、これは勝手にオーブ置いてくれんのかな。足元を調べたって何どうやってオーブ置くのこれ。適当でいいのかな。じゃあイエローオーブ、じゃあ次はシルバーオーブで、他持ってんのいる。あとは道具の中か。探すのがめんどくさい。オーブ、オーブ、レッドオーブで、パープルオーブと、ブルーオーブで、最後にグリーンオーブを置きましょう。結構長い演出が。これは何なんだろうね。オーブが光って卵を温めてんのかねそれで孵化するみたいな。え自分で行かなきゃダメなの。この日をどんなに待ち望んでいたことでしょう。さあ祈りましょう。時は来たれり、今こそ目覚める時。大空はお前のもの、舞い上がれ空高く。あ話せば勝手にイベントが進む。物量的にさ卵の中に入ってるあれじゃないよね、量じゃないよねどうやって入ってたんだ。超苦しそうなんだけど。それとも突然一瞬で成長したのかな、オーブの力により。
そのままどっか飛んでっちゃうんじゃないの、じゃあなみたいな。どっか飛んでってしまった伝説の不死鳥ラーミアはよみがえりました。ラーミアは神のしもべ、心正しき者だけがその背に乗ることを許されるのです。ドラゴンボールの均等みてえだな。さあラーミアがあなた方を待っています、外に出てごらんなさい。ちゃんと待ってんの本当に、なんかどっか飛んでっちゃったんじゃないの。いる、ちゃんと待ってる。おう、速度変更って何、早いまあ行くところは基本的にはバラモス城なんだけど、他は別にだってないもんね行くところ。ここだってテドンでしょ、でここがバラモス城でしょ。地図を適当に埋めていこう。でここがイシスでしょ。他行ってないところはもうないよね。世界樹の葉も取ったしね。こちら辺の地図が埋まってない、埋めてこう適当に。あれこの塔何、ああれか、悟りの書の塔か。でここが世界樹の葉があるところでしょ。ああでここが竜の王女様って言ってるけど、ちょっとここはバラモスを倒してから行きましょう。でここはカザーブでしょ。ああこういう風な地形になってたんだ。でアメリカ大陸の方も特にもう何にもないはずなんで、よしバラモス町行きますか。ヤマビコの笛とか結局一回も使わなかったな。イシスで飛ぼうそのまま。みんなのマジックパワー大丈夫だよね。こいつ砂漠の中待ってたのか。暑い中ご苦労さん。これどこで、こういうとこで降りられるの。あ山でも降りられるね。バラモス城もこれ1回で攻略は多分無理なんで、ちょっと様子見でいくか今日は。宝はない、とりあえず正面から行こう。もう地形とか全然覚えてないから。いきなり上か下か、下から行くか。でね、はぐれメタルとか出てきたような気がしたんだよね。あれ牢屋みたいなのがある。うわ動く石像。これはちょっと先にオコロゴーストを倒しておくか。ゆずちゃん81、いいね。101とかあれ動く石像ってそんなに防御力ない。お骸骨、ここは宝がありそうだ。おお、ここにあるか、小さなメダル。返事がない、ただの屍のようだ。こいつは何なんだ、なぜこんなところにいる。戸惑ってる、いいね。普通に攻撃をしてこう。おいラリホーとか動く石像が眠るってどういうことよ攻撃するとね目を覚ましちゃうからね。2人でどれだけ経験値持ってんの。800か。バラモスってどんだけ強かったっけ。もうこれも全然覚えてないんだよな。イオナズンとかなんか唱えてきたような気もするんだけど、はぐれメタル来たね。ちょっと待って、なかなかのバリエーションに飛んでるけどさ、どうだこれ倒せるか。はぐれメタルに集中攻撃を仕掛けよう。あかねちゃん、あそうだアサシンダガーみたいなの装備できねえんだもん。うわ逃げられたうわしびれた、ミカミックスがしびれたのは痛い。ガーマキャノー、すえそう急にエビルマージを排除しなくては危険だ。もういいや、ガンガン行こうぜ。で多分キアリング使ってくれるでしょう。ほらやばい、ももちゃんが
しかしここは押し通す。おお強い。地獄の騎士こんな強かったっけ。いやマヒャドはきついよ。ゆずちゃん21レベル、ミカミックス27レベル。おおライデイン、ライデインちょっと今更だな。ベホイミ1回ずつも唱えちゃおう。ずっとぬいぐるみだなももちゃんは。でこっから上に出るのか。おお広いとこに出てきた。っていうか最初のとこじゃん。こっからさらにいけるね。しかも動く石像、ちょっと待ってね。ゆずちゃんは命令にして、あかねちゃんも命令にして、稲妻の剣効くかな。ライデインって確か一人だったよね。ヒャダルコにしよう。ティオラはちょっともったいない。ダメージ的には全然効かないんだけど、そもそも全然効かないわ。攻撃でいくしかないか。こういう時にさ、ラリフを唱えてくれてもいいんじゃないか、ももちゃん。一体ずつ確実に始末していくか。そうするとガーッ痛恨の刺激食らった。強引に行こう。これは押し通す。やばいやばいやばい。ベホイミヒットポイントあるね。動く石像やっぱり強いわ。でここをちょっと行ってみよう。あここに出てくるのね。なるほどなるほど。あかねちゃんとももちゃんを回復させよう。あてかしまった。順番入れ替えたからあれだ。ベホイミ使うのはあかねちゃんじゃなくてももちゃんなのに。えちょっと待って、こっち意味ないってことじゃ。右の方行くか。よしよしよし。驚き戸惑っている。バラモス城のモンスターが驚き戸惑っている。意味が分かんないけど。こいつら精鋭部隊じゃないの。だってバラモスからしてみれば自分の城に置いているモンスターだからね。そいつらが驚いてるってなんとなく滑稽だな。うわー動く石像どうする。あかねちゃんどうするかだよな。バイキルト、バイキルトってさ最初の一人しか確か上がんないんだよね。ブーメランはザキ死なない。どうだ136 71。どうなの。上がってる感じはしないよねやっぱり。そりゃさ全員上がったらさブーメランめっちゃ強いもんね。いけこののブーメラン210 56。一気に攻撃力が下がるな。これはもうボス戦になったらバイキルトは必須だね。でももちゃんなぜかヒットポイントじゃなくてマジックパワーが減ってる。それなりに使ったからな。こういうとこないんだよね宝は。これ何どこ。あここか。階段を登ってで上に出たと。かなり複雑な地形だね。ライオンヘッド、これライオンヘッドってどうすっかな。ひたたることないとこか。聞くか。まあ微妙に聞く。よしここで戦闘を倒して OK。ワンターンキルができればね多少マジックパワー使ったとしても全然いいんで。
下とかは何にもなさそうだね。ホロゴーストを先に倒すか。どうする、地獄の騎士にピオラを放ってもいいけど、ホロゴーストが全然効かないからね。ブーメランを投げろ。そうだ、バラモス用になんかミカミックスの装備、やっぱドラゴンキラー必要だな。ブーメランは相当無駄だからね。それかバラモス城になんかいい武器が落っこってればいいんだけど。ももちゃん27、バギマ、バギマとベギラマってどっちが強いの。バギ系は結構ねダメージ乱数にムラがある気がするんだよね。強い時は強いんだけど、トラママとか覚えてたっけ。トヘロスしかない。あ、覚えてる。いつの間に覚えたんだ。どっち、下から行くか。またいっぱい階段がある。ん、これは完全に行き止まりだよね。なんか先にアイテムが落ちてるとかそんなんないよね。ここを盗賊の花使おう。3個一応レミラーマかけるか。ない、そういう宝ではなく多分普通の宝箱なんだな。ここは絶対ないよね。一応見とくか。あそこに3個ある。もうあの3個ってことか。広いね、バラモス城。一応来たところはちゃんと覚えておかないとな。次来た時にまた迷ったみたいな。これ何、どこに来てんだ。宝箱ルートじゃないっぽいな。なんかすげえ先に進んでる感があるんだけど。骸骨くんがいるね。盗賊の花1個ある。レミラーマ、キラリンコ、トラマナ、スノードラゴン。これも普通に攻撃でいこう。1回攻撃か。もうなんかたまにね2回攻撃のやつだとかいるからね、結構厄介なんだよね。それでなんか冷たい息とか入ってくると。小さなメダルで、こいつは返事がない、ただの屍のようだ。そうか、もともと多分これなんかの城だったんだな。でそれをなんかバラモスに奪われたと。でその名残なんだろうなきっと。でなんか出てきたけど全然わからんわ。あの宝箱ちょっと取りたいな。こっちじゃないでしょう。はぐれメタル、これははぐれメタルに全攻撃を集中させよう。毒針を持ってくればよかった、逃げられた動く石像に全ての恨みをぶつけよう。毒針ワンチャンがありえるからね。いやー、ハグネメタル倒したいな。一匹でもいいから倒せればね。一応トラマナもう一回かけるか。もう一個の階段があったじゃないですか、ちょっと前のところに。そっちをちょっと行ってみましょう。あと来た道ね覚えとかないとね。あの3つの宝箱はどうしても欲しい。エビルマージ、ちょっとエビルマージは最優先だな。ももちゃんはガンガン行こうぜにして、エビルマージ、エビルマージで行こう。こいつは早急に倒しておきたい。うお、火炎なんて入ってくんの。人型なのに魔法も使えるし火炎も吐ける。かなり完成度が高いねエビルマージは。お、バギマを唱えた。効かない。39、52、まあ村あるねやっぱり。攻撃でいいか。
っぱりガンガン行こうぜ。だから本当にガンガン行くね。わりかしマジックパワーがもうきついんだけどな。倒せないかまだ。いや動く石像集団で来られるとタフすぎる。かなり厄介だな。あかねちゃんレベル20。それでもまだね7レベルの差があるからね。ちょっとももちゃんマジックパワーを節約しないと。バキマ連発されても困るな。これさ、バラモスとか今どう思ってんだろうね。自分が侵入してること分かってんのかな。侵入されてるっていうこと。あれどっちだっけ。そう、こっちは何にもねえんだ。でこれを一回戻って、でこっちか。お、これはこれはなんかいい感じじゃん。これを下ったらなんか宝箱地帯にありつけそうだね。これはもうちょっとエビルマージ、マヒャドとかも全部麻痺しよう、無視しよう。アグリメタル、ほら返しの刺激、マヒャド痛い、やばい、死ぬ、返しの刺激。アグリメタル、これはちょっともう逃げられた。くそー、ゆずちゃん22レベル。ベホイム1回ずつじゃあ唱えるか。なかなか倒せないね、ハグレメタルは。やっぱりうん、宝箱一発とかいっか。別に魔人ノーノ、魔人ノーノってなんかさミスが多かった気がするんだけど、あ、祈りの指輪があるじゃん。この兜なんでこの音がすんの。テロレロレッテッテンみたいな。ちょっと待ってね、道具整理しよう。あ、草薙の剣持ってんじゃん。この草薙の剣は三上ックスに渡しとこう。で装備はまあしないでおくと。で袋も整理して種別順、そこからどれだ、魔人ノーノ215か、かなり上がるね。どうだったっけな。まあ、いや、ちょっとこのままにしておこう。マジックパワー、ももちゃんがちょっとつきかけてるからな。一回アリアハンに戻って小さなメダルを交換して、バラモス城の攻略は次回にしましょう。じゃあこのぬいぐるみとか歩いててみんなどう思うんだろうね。お母さんのところにさ、ただいまって帰ってきてさ、あのぬいぐるみは何みたいな小さなメダル何個だこれで。強い武器が欲しい、武器が、まあ、防具とかでもいいけどさ。67枚、疾風のバンダナ、ドラゴンテイル、あと3枚か。疾風のバンダナもね、別に装備するあれがないんだよね。豪傑の腕輪だしな。押し振る腕輪を装備しておきたいでしょ。でガーターベルトも装備しておきたいでしょ。あ、とりあえず持ってるか。次ドラゴンテイル。でもドラゴンテイルってさ、誰が装備できるの。もう盗賊いなくなっちゃったからね。戦士はもう絶対装備できないんだよな、そういうの。じゃあ炎のブーメランかドラゴンテイルかって言ったらどうだろうね。ドラゴンテイルの攻撃力がどれくらい高いかによるけど、まあももちゃんとか僧侶は装備できんのかな。まあとりあえず家に帰って寝ましょう。お友達もご一緒にゆっくり休むのですよ。猫ちゃんあなたはしたよみたいな、台所で寝なさいっていう
はい、というところで、じゃあ、次回はバラモス城の攻略ですね。多分あのまま進めばバラモスに行けると思うので、まあ、このパーティーで勝てるかって言われたらちょっと分かんないんですけど、とりあえず、行ってみようと思います。じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。